R2、設計図を持って逃げてちょうだい。オルレダンに行くなよ。お父さんに渡して。姫の居場所を言うんだ。お前は父親ではない。わしが父親だ。ふざけるんじゃない。私こそが本当の父親だ。貴様なんか父でも何でもない。ダスベイダーよ。ベイルオーガナ。姫を捕まえました。さっさと連れてこい。姫君、もうおしまいだ。設計図のありかを言うんだ。誰が言うもんか。死んでも言わないわ。私は仲間を裏切らない。なら好きにしろ。親父のいる惑星を破壊してやる。親父もろとも塵にしてやる。構わないわよ。破壊しろ、トルーパー。いっそ。なんてひどいことをするのよ。絶対許さないから。破壊完了。ひどい、ひどすぎる。レイヤ、後のことは頼んだぞ。ルークを探すんだ。お父さん、愛してる。わしも愛してるぞ、レイヤ。姫を連行しろ。イエスサー。ダスベイダー、アナキンよ。師匠として今ここで責任を取ってやる。お前に体をバラバラにされた裏に今こそ隠してやる。お前をおしまいだ。はい、こんにちは、レオ社長です。こちらはレビュー動画になります。組み立て動画をまだ見てない方はよかったら概要に組み立て動画を貼ってるので、ちょっとだけでもいいので見てくれると嬉しいです。よろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、タンティブ4ですね。発売時期が2019年の5月で、まあ大体3万円前後の発売価格ですね。まあそこから割とすぐ2万8000円ぐらい下がって、まあ半年ぐらい2万8000円前後をさまよっていたんですけど、本当に一瞬だけ1万7000円ぐらいまで値段が下がった時期がありました。本当に一瞬です。そこからすぐにまあ値段が2万3000円ぐらいになって、まあ現在2万3000円前後をさまよってるっていう感じになってますね。で、ピース数が1768、まあかなり超巨大な方のブルーですよね。1768、レゴ社長史上まあスターウォーズ最大ピースですね。ただやっぱりね、スターウォーズ全般的にまあ高額商品が多い、やっぱピース数が多い商品っていうのがあるので、まあスターウォーズで1700って聞くともう感覚が麻痺して、まあ普通なのかなっていうような気もしますね。ただ一般的な金銭感覚で言うとなかなか高すぎて、まあ購入するのが厳しい商品かなって思います。そしてまあ見た目もやっぱり大きくて、先端から後方までだいたいこの長さが62センチですね。そして最大の幅がこちらとその奥のそちらでだいたい19センチぐらいあります。高さはそんなになくて、まあ14センチぐらいですね。はい、高さはそんなにありません。だから縦長いっていう感じで、ピース数の割には置き場所とかそんなに困らないのかな。だからあのピース数で言うと、あの体積的な広さはちょっと少なめなのかなっていう感じもしますね。では前から見ていきます。はい、ではちょっと外観部分から見ていくと、はい、まあ、コックピットが左右に2つあって、はい、まあ廊下部分でしょうか。そしてはい、メインの部屋ですね、メインルーム。そしてはい、まあ多分ここも廊下風ですよね。はい、そしてそのすぐ後ろに、はい、コックピットが2つあって、はい、タンティブの最大の見せ場ですね、エンジンユニットが1個ついてますね。まあすごいですね。もうエンジンでかすぎ、多すぎるっていう感じです。じゃあまずコックピットから見ていきます。はい、まずコックピットから見ていくと、あのでかいパーツで作られていますね。そして両サイド、上にもこの下にもシールが貼ってあるっていう感じになっていて、まあ丸いデザインになってますよね。はい、そしてメカメカしいシールがこちらにも2つ貼ってあります。そして横から見てもこのメカメカしさっていうのをきちんとまあ再現してくれているのかなっていう感じで、はい、その上に行くと、はい、こちらもメカメカしさをきれいに再現してくれているっていう感じになってますね。そしてサイドにも赤いラインが入ってあって、まあデコボコ高低差があって、まあデザインもいいのかなっていう感じではありますね。はい、そしてこちらを開いていくと簡単に開いてくれますね、こんな感じで。はい、ちょっと外していくと、はい、コックピットが2つあります。はい、そしてコックピットを詳しく見ていくと、はい、こちらね、コンピューターパネルが2つありますね。
はい、若干ちょっと稼働はしてくれます。そして反乱軍のトルーパー、まあパイロットでしょうか。はい、こんな感じでミニフィグが2体乗せれるっていう感じになっていて、はい、正面から見るとまあこんな感じですね。コックピット自体はかなり広めでゆとりのあるスペースかなと思いますね。はい、そしてはい、蓋をしてって感じで、はい、ここシールが貼ってますね。まあここから船の外を覗くっていう感じかなと思いますね。でそのまま後ろに行くと、はい、こちらね、残念ながらこちらの方はギミックも仕掛けも何もありませんので、ちょっと遊ぶ要素はないのかなっていう感じで、はい、その後ろですね、はい、こちらが、はい、こうミサイルユニットになってますね。よく動いてくれます。そして他の商品と違ってね、ポロ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 取れないですね。結構ハードに遊んだとしても取れない、取る方が難しいっていうぐらいこれはしっかりと作り込まれていて、シューターが2機ありますね、こんな感じで。そしてはい、こちらなんですけど、はい、割とこう360度っていう感じではありませんけど、自由に動かすことができますね。これは嬉しいですね、攻撃ユニット。そしてメインのルームですね、メインルームに行くと、はい、基本的に左右対称な風にはなってますけど、全く左右対称ではなくて、まあ細かい部品の違いは多少あるかもしれませんね。そしてはい、こちらなんですけど、割とこうやって回ってくれます。まあ、こちらはね、無理やり回してるのではなくて、下に回るようなパーツ、そういうもともと回るパーツをつけてるので、きちんと回るように作られていますね。そしてこちらのミサイルユニットも、かなり頑丈に作り込まれているので、ポロ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 取れる心配は全くありませんね。はい、そしてまあ、ここら辺もメカメカしさをきっちりと再現してくれています。そしてね、はい、この望遠鏡。この望遠鏡はね、やっぱりね、柔らかくてすぐポロ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 取りやすいですね。そして外観部分を見ていくと、はい、フラップがあって、まあ、動いてはくれますね。稼働はしてくれるんですけど、まあ、動かして遊ぶっていう感じではなさそうですよね。で、このサイドパネルもかなりメカメカしてますね。で、はい、こちらですね。こちらのパネルなんですけど、はい、こちらもねちょっと稼働してくれますね、こんな感じで、まあ、ちょっと嬉しいですね。そしてこちらを開けていくと簡単に外れます。もうこれで終わり。はい、簡単に外れてくれますね。はい、中はね結構広いですね。そしてまあコンピューターパネルらしきものが左右にシールが貼ってありますよね。でまあ机があって、まあ机のデザインも近未来風というかスターウォーズ風で、まあすごくいいかなと思いますね。はい、レイヤーも乗せて、でちょっと角度を変えて見ていくと、はい、机がありますね。でスターウォーズだとホログラムでゲームする机がよくあるんですけど、まあこれは正直何の机かは分かりません。ちょっと知ってる方いたらコメント欄で教えてください。そしてねこの内装なんですけど、まあ机が一つ置いてるっていうだけになってるので、ちょっと物寂しさがあるんですけど、まあ広さは結構ありますね。この船で一番広い場所はこちらになりますね。続いて、はい、続いてこちらですね。まあこちらにもね一応ね部屋はあるんですけど、まあちょっと開けていくと、まあ簡単に外れますね、こんな感じ。部屋はあるんですけど、残念ながらミニフィグは乗せたりして遊ぶことはできません。何の部屋かっていうと、はい、こういうものが付属してて弾薬庫ですね。はい、弾薬をこんな感じでしまう場所っていう感じになってますね。ちょっとミニフィグが乗れたら嬉しかったんですけどね。ただね、やっぱこうやってね、わずかなスペースでも遊べるようにしてくれてるところはすごい嬉しいかなと思いますね。そしてその後ろに行くと取っ手がありますね。他の商品はどうか知りませんけど、まあこの取っ手すごくいいですね。なんでいいかっていうと、このタンティブをこう持ち上げようとした時に、どこを持ち上げてもパーツがやっぱりね、ポロ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 取れるんですよ。本当に取れる。エンジン部分を触っても、コックピット部分、真ん中のこの胴体を触ったとしても、ポロポロパーツが取れるんですけど、はい、このレバーね、こうやって持ち上げることができるんで非常に持ちやすいですね。ただ重さはあるんですけど、もうパーツが取れる心配、なくす心配っていうのが急激に減るので、まあ、このレバー考えた人本当にすごいですね。よくこのレバー考えてくれたなと思いますね。他の商品にもちょっとこのレバーつけてほしいですね。このレバーがもしなければ、動かして遊ぶっていうことがかなり厳しい商品だったので、本当にこのレバーは素晴らしいですね。で、まあ、上下に動くだけで横に回転したりはしません。そしてこのパネルは360度回ってくれます。ただこちらのパネルちょっとね強度が貧弱なので、まあパーツポロポロ取れる心配があるので、ちょっと気をつけた方がいいかもしれません。はい、そして続いてダッシュスポットですね。まあこれは正直嬉しいですね。エピソード4の冒頭でレイヤーが R2 に設計図を渡してましたよね。そして脱出ポットで、まあ、釣り CPO と逃げるっていうような感じだったと思うんですけど、はい、そしてこちらの脱出ポットなんですけど、はい、このわずかな力でこうやって落ちるっていう感じになってますね。はい、そしてねはめ込む時ももう本当に簡単、力ほとんどいりません。ちょっと僕ねこれ撮影しながらなんでね、
ちょっとヘタっぴなんですけど、本当に簡単に取り外しができます。そしてこの脱出ポットをちょっと見ていきましょう。はい、一応ね、左右に脱出ポットがあって、まあ、全体的に本当に丸々してる感じですね。はい、本当にこの曲線を綺麗に描いてくれてるかなと思います。どこから見ても筒っていう感じですね、丸い。そして正面から見ると、はい、まあ造形もいいですよね、赤いパーツを使っていて。そして左右で見ると若干のデザインの違いはあるんですけど、大まかにはまあ同じなのかなっていう感じですね。はい、こちらの部分がちょっと違いますけど、まあ大まかには同じっていう感じですね。で、中を開けていくと、はい、簡単に割とね、取れますね。あれあれあれ、簡単にこうやって取れることができますね。で、結構ね、中がめっちゃ広いんで、こんな感じで、はい、3CPO と R2、まあ、両方入りますね、こんな感じで。はい、本当に映画を再現できますよね。そしてこのまま、はい、落ちて、ルークの色星、なんていう星だったかな、ちょっと忘れたな。そしてルークの色星に落ちて、はい、脱出ポットから出て、サウンドクローラーに捕まっちゃうっていう感じでしたよね。はい、続いてエンジン部分、タンティブの、まあ、一番の見せどころかもしれませんよね。エンジンがね、11個ついていて、まあ、見た感じすっごいエンジンなんですけど、まあ、見るからにこう速そうな感じではあるんですけど、まあ、スターデストロイヤーにあっさりとこう隠されてましたよね。で、主に上に4つ、下に4つ、で、真ん中に3つ、合計11個からエンジンができてまして、パッと見た感じはまあ似ていますね。細かい違いがある程度なのかなと思います。そしてよく見ると、はい、ここだけ赤いパーツを使ってますね。そしてね、このメカメカしさも本当に素晴らしいですね。本当に細かく再現されていて、かなり見えにくい部分のこの中も手抜きなしでしっかりとメカメカしさを作り込まれてますね。まあ、見えないところもかなりしっかりとこう作り込まれているのかなっていう感じを受けますね。で、真横から見るとこんな感じですね。まあ、サイド部分はシールが3箇所貼っていてっていう感じになっていて、はい、こちらもね、手抜きなしで見えにくいところもきっちりと、まあ、かっこよく仕上げてくれてるのかなと思います。そして真後ろから見ていくと、かっこいいですね。いかにも速そう、捕まりにくそうな戦闘機っていう感じですね。そしてこちらのエンジン部分なんですけど、かなりどこもでかいパーツを使っているので、まあ、ピース以上のボリュームにはなってますよね。このエンジン部分が本当にでかいパーツばかり使っているっていう感じですね。そしてよく見ると、はい、こちらだけシール、1箇所だけシールが貼ってくれていて、はい、まあ、反対から見ていくと、はい、こちらに黄色いパーツで、ブルーのパーツを使っていて、若干こう細かい違いが左右であるっていうところも嬉しいですね。はい、そして後ろ部分だと、ここだけ赤いパーツを使ってくれていますね。違いがあって嬉しいと思います。そしてで、こちらのエンジンなんですけど、実はもうこんな感じで割と簡単にポロポロ取れてくれますね。はい、ちょっと中見ていきましょう。はい、こんな感じになっています。で、ついでに、まあ、こちらも外してまいりましょうか。はい、まあ、外すと大体どんな作りかなっていうのが大体わかりますね。ちょっとバラしましたけど、だっくり大雑把に言うとこんな感じになってますね。はい、ちょっとね、バラしたんですけど、ちょっと元に戻していきます。まあ、割と簡単にこういう感じになってますね。まあ、作りはね、こうやって見るとかなり簡易的なのかなっていう感じは受けますね。はい、けど、まあ、かっこいいタンティブって感じですね。嬉しいですね。まあ、だから大雑把に説明すると、コックピットが2箇所あって、で、はい、大きなメインルーム、会議室風な場所があって、弾薬庫、脱出ポットっていう感じで、まあ、遊び要素はそれなりにあるのかなと思いますね。そしてミサイルユニットも動いてくれるっていう感じで、はい、こちらのフラップも動いてくれるっていう感じです。そして、まあ、こちら表面から見た感じではあるんですけど、真後ろからちょっと見ていきましょう。はい、真後ろにやってきました。まあ、スプリングシューターが先端にあって、まあ、こういう感じですね。まあ、このギミック自体はそんなに珍しくないかな。まあ、割と安い商品でも普通にある系なので、そんなに珍しくはないですよね。で、続いてその後ろを見ていきましょう。はい、ここにもね、ミサイルユニットがありますね。ミレニアムファルコンにも船底にこうミサイルユニットがあるんですけど、僕がご紹介させていただいたミレニアムファルコンのミサイルユニットっていうのは、本当にポロポロ取れて、本当にパーツなくしやすいんですけど、まあ、こちらね、やっぱり1700ピース超えてるっていうだけあって、まあ、取れないですね。取る方が難しいっていうぐらい頑丈に作り込まれているので、結構ハードに遊びますよね。そしてそのまま、はい、会議室の底ですね。まあ、後ろから見てもこういう風にちゃんとメカメカしさを作ってくれている感じではありますね。はい、そしてね、一応ね、こんな感じで
そしてね、まあ、一応ねこんな感じで稼働するようにはなってくれてますね。はい、これもちょっと遊び心があって嬉しいですよね。稼働はしてくれて、はい、ダッシュスポットの方行くと、はい、こんな感じですね。はい、こちらにはミサイルユニットがあって、はい、まあこちらもね、もう本当に取れない。結構ハードに遊んでも取れない。壊す方が難しいっていうぐらい頑丈になっているミサイルユニットで、はい、これレバーですね。まあ、こういう仕掛けですね。これでちょっと船を持ち上げてるっていう感じになっています。そして脱出スポットが2つありますよねっていう感じで、でそのままちょっと後ろを見ていくと、はい、エンジン部分ですね。下から見てもかっこよく見えるようにきちんとこうフラットパーツを使っていて綺麗に仕上がってるっていうのがよくわかりますよね。そしてこちらのタンティブなんですけど、今見てる通りスペースシャトルのようにこう自立してくれるんですよね。はい、ちょっと上まで行くとこんな感じですね。しっかりと自立してくれます。はい、そしてそのままもうちょっと上に行くと、はい、こんな感じですね。まあだからこう見た目はねちょっと悪くなっちゃうんですけど、こういう感じでタワー立てておくことができるので、置き場所っていうのがね、まあかなり助かりますよね。まあ最悪こうやって立たせてしまっておくこともできるのですごくいいかなと思います。ただちょっとブサイクでタンティブには見えないっていうのが難点ですね。そしてミニフィグの方にやってきました。今回付属するのが全部で6体になってますね。レイヤー、ベイルオーガナ、 R2、3CPO、 反乱軍トルーパー、反乱軍トルーパー。エピソード4だと、はい、この兵隊たくさん出てきてましたよね。無双されてましたよね。はい、 R2 と 3CPO ですね。そしてねこちらのミニフィグなんですけど、残念ながら既製品ですね。既製品、他の商品にも入ってるものと全く同じなので、まあレア度はないですよね。はい、使い回し品っていうか、まあちょっとミニフィグの価値的にこの2体はちょっと微妙かな。そして正面に戻して、はい、次反乱軍のトルーパーを見ていきます。はい、左側がアンティリーズ船長で、右側がまあ普通の兵隊ですね。反乱軍のトルーパー、アマゾンの方では警察官って書いてますね。で正面から見るとこんな感じで、デュアルフェイス、ツーフェイスなので、後ろの顔を見ていくと、はい、こんな感じになってますね。はい、そしてヘルメットをつけるとこんな感じですね。で正面に戻って、でこちらの2体に関しても残念ながらミニフィグのレア度っていうのはまあ、ね、ないですよね。ちょっと残念かな。そしてメインのミニフィグ、レイヤースカイウォーカーことレイヤーオーガナですね。そしてベイルオーガナですね。娘と義理の父親。そしてねこのレイヤーなんですけどね、ちょっと残念でね、2019年の商品でもデススターの中でルークと一緒に逃げるシーンを再現したセットがあって、まあ割とこう安い金額でレイヤー入手できるので、残念ながらレイヤーに関してもレア度はねかなり低いかなと思いますね。ちょっと残念かな。だから今回まともなミニフィグがこのオーガナ議員だけなんですよ。まあだからこのオーガナ議員が欲しい方にはちょっと嬉しいかもしれませんよね。ただ発売価格3万円するのにまともなミニフィグがねこのオーガナ議員一つだけっていうのはね、あーやっぱスターウォーズ高いな、金持ち商品だなっていうのを思いましたね。そしてデュアルフェイスなので2つ目の顔を見ていくとこんな感じですね。かわいい。はい、こちらのタンティブの商品のレイヤーにはスカートが付属してますね。だからまあこのスカートがあるので、まあスカートがあるだけまだ救いかなっていう感じはしますね。はい、お姫様っていう感じですね。はい、こんな感じです。そして残念ながらベイルオーガナ、あれですよね、オルデランごとチリにされてましたよね。ちょっとかわいそうかな。もう本当にエピソード3のキャラっていう感じですよね。はい、ちなみに反乱者にも出演してましたね。そしてちょっと映画のシーンを再現すると、はい、R2 にデススターを渡してましたよね。だからこうやって並べるとちょっとエピソード4の冒頭をこうちょっと再現できるのかなと思いますね。はい、そしてねここからちょっとレゴとはちょっと関係のない話をしていくと、はい、まずこちら、2009年にもタンティブが発売されていて、まあパーツ数が1408ピースっていう感じですね。はい、そして2001年にもタンティブが発売されていて、まあこちらね情報がね全く出てこなくてね、他の YouTuber さんの動画を見ると1747ピースって書いてあったんですけど、この2001年のタンティブっていうのが実はこの今回紹介してるタンティブよりも一回りはるかにでかいんでね、まあ、1747なわけはないとは思うんですけど、詳しい方知ってる方いたら教えてください。そして2009年と比較するとパッと見た感じの大きさっていうのはまあ大体同じ感じではあるんですけど、長さが明らかに違うのかなっていう感じは受けますね。まあ、ただやっぱりこちらの方がリニューアルされてる最新商品なので、価格的にもそうですし、デザイン的にも購入するのならやっぱりこの2019年のタンティブ一択かなと思います。
他の商品と違ってこれより安いタンティブっていうのがないので、現状やっぱりタンティブ買うなら選択肢はもうこれだけっていう感じですよね。まあ多分いないと思うんですけど、2009年のタンティブ、2001年のタンティブ持ってるっていう方いたらちょっとコメントで教えてほしいですね。どういったものかちょっとコメント欄でもいいので教えていただけると、まあ僕含め視聴者さんもみんな助かります。よろしくお願いします。そしてちょっと映画の話をすると、まあエピソード4ですね。はい、まずスターデストロイヤー、まあこちらの商品はエピソード7、8、9に出てくるスターデストロイヤーなんですけど、まあスターデストロイヤーで、はい、タンティブが捕獲されて、 R2 と 3CPO がルークのいる惑星に落ちてサウンドクローラーに捕まって、で、はい、R2 を買わずに赤い方のアスコロメタドロイドを購入したものの、ぶっ壊れたので R2 を購入して、スピーダーでベン・ケノービのとこに行って、ベン・ケノービからライトセーバーを渡されますよね。お仕事のお依頼をハンソロにお願いして、はい、オルレダンに向かうっていう感じですよね。ただオルレダンぶっ壊されてしまったので、デススターに捕獲されてしまって、で、まあ、ついでにレイヤーを救出して、はい、オビアン・ケノービ、ベン・ケノービがなんか重力装置みたいなものを切って、ミレニアム・ファルコンで逃げますっていう感じでしたよね。そして最後、まあ、こちらの X ウィングでとどめをぶっ刺すっていう感じで、まあ、エピソード4だけでもちらっとこう調べただけでこんなにたくさん商品が出てきましたね。そしてこちらのタンティブなんですけど、エピソード4の商品の中では、まあ、5本の指に入るぐらいの価格と大きさかもしれませんよね。まあ、10万円のあの、ミレニオン・ファルコン、スター・デストロイヤーとか、まあ、他にも X ウィング、なんかアルテミットなんとかシリーズっていうのがたくさんありますよね。だからこのタンティブをもってしてでも、スター、エピソード4っていう映画の商品の中でも5本の指に入るかどうかっていうぐらいのこう価格と大きさだから、まあ、スター・ウォーズ本当に全般的に高いのかなと思いますね。はい、2019年のタンティブ、かなり古い商品ではあったんですけど、レビューさせていただきました。まあ、今後予定させていただく動画っていうのが、まあ、基本的に忍者号がメインになって、あとスターウォーズでいうとスレーブ、あとダースベイダーの復活と、クローンウォーズシーズン6の終盤に出てきたヨーダのファイターとヨーダ、まあ、これは予定しています。あとマンダロリアンの新商品もこれも発売日にできれば欲しいですよね。で、あとスターウォーズの新商品発売されたら、まあそちらもレビューさせていただきたいなと思います。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ホースとともにあらんことを破産しないように皆さんも気をつけてください。ホースとともに